サブチャンネルイなんかね、おい、何言ってんだよ怖かった今俺なんか黒魔術でも隣の人だった怖かった今俺今日はね、手越くんが出産お祝いとポンスにお年玉を私にね、お家に来てくれたんですけど、うん、ちょっと早速ね、このくれた出産祝いを着てみましたっていうサブちゃんです。よいしょ。どう？え、めっちゃサイズぴったりじゃん。めっちゃいいね。てか似合うし。いい。めっちゃ可愛い。イエーイ。てい。てい。これ手越くんが選んでくれたんだって。よかったね。ちょっとね、福丸がもうそろそろお腹すくからちょっと手越パパにミルクをあげてもらおうかなと思って。おお、いやいや、全然。ミルクあげたことあります？首あげるよね。え、どういうこと？いや、この体勢のままじゃないでしょ。あ、違う違う、首ちょっとあげるよね。こうやって抱っこしてあげる。軌道確保ね。軌道確保ある、あると思う。いや、俺も33だから、うん、周り結構結婚して子供できてんのよ。そう、子供大好きだから、うん、それこそ生まれたばっかの病院に抱っこしに行ったりとか結構してる。あー、そっか。そう、あ、じゃあもう結構慣れて、結構赤ちゃん慣れてる、子供と。あ、そうなんですね。大好き、愛してる。え、何？もうほんと可愛いな。おい、俺の人形を喋らすんじゃないよ。ポンス君が開けちゃったんだ。人形が喋ってる。見して見して。大好き、愛してる。知らないふりしてる。独特独特。あ、笑ってるじゃん。笑ってんの。じゃあ、座ってもらって。お？うん。可愛いじゃない？いいね。わあ。わあ。邪魔顔だけどね。いや、今ミルクを作ってきますのでちょっとお待ちください。いや、そのグッズ今夜はずっと一緒だよ。なんか俺のね、あのあれをインスタに DM 来んだけど、この俺の人形連れてカフェとか行ったら、こういうのよ。あー、でも推しだとそういうことするにしますよ。カフェ行ったりとか、うん、なんか旅行行ったりとか。へー、じゃあこれさ、写真こうやって撮るの。そう、あ、知ってる知ってる。出したね、これ、開けちゃう。よし、で、この穴があるから、この穴を上にすると空気が逃げて、飲みやすい。そう、はい、あのさ、こうやって、飲む？飲むよ。症状いかに追いつくな、いらん。ちょっと、え、もうちょっとグッといけばいける。いっちゃっていいの？うん、いっちゃっていい。いこう。いらない、いらない、いらない、いらないよ。いらない？ミルクいらないの？いるよ、お腹空いてるよ。ほら、今思わせぶりされたから怒ってる。どうぞ。おお、いたね。飲んだね。うるさいんだけど、あの時が。ねえ。いい感じ。うっち。飲んで飲んで。うわ、すごいな。だって前回会った時はこれがお腹の中にいたんですもんね。そうよね。本当だよね。可愛かったよ。いいよ。いいぞいいぞ。いいんだよいいんだよ。飲んだね。もうそら。あ、腹痛い。通り越しておいでぃまで行っちゃったんだね。おいでぃまであるね。C 通り越して。いや、E まであるね、これね。その吸い付き方だと、いいまであるんだね。黙ってあげることはできないよね。無理なんだ。飲んでんだよね。ね、育つよね。育つんだ。
よね。これは全部いけちゃうの？全部いけちゃう、全部いけちゃう。あーいいなー。てかほんとこの洋服ぴったりなんだけどね。ちょうどよかったね。ちょうどいい。なんかポンスが生まれた時はたくさん人が会いに来てくれたりとか、うん、こうミルクあげに来てくれたりとかしたんですけど、うん、福丸はもうコロナもあるし、うん、なんか二人目っていうのもあって、うん、あんまりこうなんて言うんだろう、みんながバーって来るってことがあんまなかったから、うん、なんか人にこうやってミルクあげてもらってるとかもあんまないんだよね。ないね。動画撮ったりとかも全然してないし、で今まで関わった YouTuber で一番波長があったの誰？波長、うん、結構いろんな人と撮ってるじゃないですか、うんうんうん、だから一番こう空気感が合うなって思ったのは、あ、でもなんかスカイピースとか、おお、へえ、ヒカルさんが一番合ってそう。ヒカルはなんか弟みたいな感じじゃない？あ、そうなんだ、うん、なんかね、まあ、俺もずっと芸能界にいてさ、うん、テレビやったじゃん、うん、あそこまでギラついて勝ちにこだわってやついない、うん、へえ。なんか一昔前の芸能人っぽい、なんか俺も今でもそうだけど、サッカーとかフットサルとか、うん、あとずっとアイドルやった時はちょっと勝ちしかこだわってなかったわけ、うんうんうん、もう絶対その一個の団体にいたら一番目指したかったし、うんうんうん、自分が売れることがその全ての、その事務所にも還元できるし、うん、グループにも還元できると思ってたから、突き抜けてやりたいってずっと野心がメラメラだったわけ、うん、そういうやつが今あんま芸能人いないから、そういうなんかギラついた、絶対俺は売れてやる、成功してやるっていうのを光るかは感じる。お、それどうしたの？ボーノみたいな感じだ。ぬいぐるみ押してたから本人も、うん、一緒に来ました。なるほど、俺押してたから俺を押しに来たなるほどね。いい話してた。これ誰？でも楽しい、コラボ。やっぱコラボが楽しい。で結局さ、俺も行ってきるとか一人でロケ行ってたけど、うん、やっぱり内村さんとか大輔さんとロケ行ったりとかたまにしてたよね、うん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 、で大輔さんと二人ロケ行ったりとか、うん、やっぱ相手いる方が全然楽しいんだよ。そうだよな、確かに。やっぱ一人行って一人で喋って起承転結自分で全部やるじゃん。同じだよ。でも突っ込んだりボケたりできるじゃん。だからそれが向いて、その一人でやる方が向いてる人もいるから、うん、ペコシ君は多分本当人と一緒にワイワイやる方が楽しい。好き。私もそう、そういうふうに思う。スカイピースはあったんだけど、すごいテンションが、なんか陽のオーラって感じ。確かに。スカピは、スカピはね、あの、マータソー、マータソー、あー楽しかった、ね、面白かった。うん、まずマータソーはどうしたらいいんじゃん。あ、確かに。あ、そうか、 YouTuber はイン多くない？あー、もうインが悪い、陽がいいとかじゃなくて、じゃなくて普通にね、属性がその、うんうんうん、非属性、水属性で分かれるとしたら、うんうん、なんか何にも遊ばない。なんで怒ってんの、パンス、パンス、おいでよ。今多分ね、福丸に今、手越くんが行っちゃってるから、ちょっと焼き餅焼いてるね。焼き餅の焼き方独特。避難訓練焼き餅。あ、でももうなんかもう飲まそうだからね。食べてみて、食べてみて。ありがとうございます。はいよ。子供欲しくなった？なるよ。なるか。昔から欲しいんだから。あ、そっか。子供大好きなんだ。手越の遺伝子を、このようにやっぱ残しとかないともったいないよね。俺もそう思うよね、うん、いや絶対もうカリスマが育つじゃん。よっしゃ。じゃテレビより YouTube の方が楽しいと思う？思うね。へぇ、これ残念ながらマジで、残念ながらマジで、すごーい。あのテレビに何回かこう呼ばれて出たことがあるけど、うん、本当になんか、なんだろう、気を使っちゃって、うん、いや、芸能人ってほんとすごいなって思う。自由にだって撮れるじゃん、好きなメンバーで好きな人とだけ撮れるじゃん、ね、YouTube は、うん、でもテレビは知らない人がいて、知らない人にカメラ回されて、うん、その中で自分の本領を発揮しなきゃいけないから、そう、ね、無理すぎて、フワちゃんとかすごいよなと思う。ああ、そうね、すごい。 YouTube があってテレビの方がいいよっていう部分は逆にある。僕はテレビの方がいいなっていう部分。実力すごい人がやっぱいっぱいいる。例えばプロの芸人さんとか、もちろんアーティストの人もそうだし、今テレビって選手みんなすごいわけじゃん。それを生かす箱じゃないんだよね。すごいみんな面白いもの持ってるし、頭もめちゃくちゃいいし、特に芸人の方とか、それを生かすにはやっぱ自由さが必要じゃん。確かに、自分でそれをコントロールしてできるようにした方がいいってことなんだ。そう、確かに。だから選手の能力半端じゃないのに、うん、土俵がちょっともったいないなと思う。なるほど。ポンさん、シャブチャンネル閉めて。はい、シャブチャンネル。シャブチャンネルだよ、これ。笑ったから。はい、ねんねん。よかったね。いいよ。ね。
というわけで、ヘコシ君、ありがとうのサブちゃんでした。はい、ということで。